皆さん、こんばんは、マーティン。ではのみやくーぼい、キングタケです。今日は小学校のための食事マナー。小学生の皆さんはよく聞いてください。大人の方はもうわかると思いますがね、はい。肘をついて食べる人はダメです。くしゃくしゃ音を立てて食べるのもあかんです。立ち歩くのもダメ。ぽよぽよ周りにこぼすのもダメ。食器にスプーンやフォークをぶつけて音を立ててもダメ。口に入れたまま話す。食べきれない量を取る。おかわりまま食べ終わってからにしてください。食べ物で遊ぶ。一つのものばっかり食べる。はい。食料支度はまあ、手を洗う、テーブルを拭く、箸を並べる。あとはソーシャルディスタンス。マスクしてる場合は、外してもいいんだが、黙食です。ふざけてはいけません。食後の後片付けはまあ、綺麗にしましょう。はい。黄色がエネルギーになる。赤が体を作る、タンパク質とか、はい。ビタミン、ミネラルがあるのは体の調子を整える緑です。おやつはね、ゲームをしながら食べたらダメ。お家の人と楽しくお話しながら食べる。まあ食べる分を取ってから食べる。ジュースをたくさん飲んではちょっとダメです。糖分に十分気をつけてください。体重とか、はい。まあ夢中になる気持ちはよーくわかるね。はい。あとは果物食べるのもよし、チーズ食べるのもよし、小魚もよし。はい。まあアレルギーになる食べ物よくありますね。ジーマシンや咳、腰痛、下痢と腹痛とかいろいろですね。はい。食中毒、あと新型コロナウイルスも十分注意してください。鶏の卵、小麦粉、ピーナッツ、大豆、そば、牛乳、エビ、カニ、いろんなアレルギー、アナフィラキシーショックにも気をつけてください。コロナワクチン打ったとしても。まあ、12歳からですね。はい。あとはまあ、整理整頓も確かに大事ですね。はい。というわけで、食事、生活のマナー、いろいろお伝えしました。バイバーイ。